やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題は、じゃん。2021年をタロットカードとオラクルカード何種類かに振り返ってもらおうと思います。年末だね、もう。振り返りとか。もう、ああ、今年終わるなーと思うね。うん、はい。基本的に1日1本か2本動画アップしているので、ぜひチェックお願いいたします。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄に書いてあります。で、Twitter アカウントを作らなくても、最新の受付状況書いてありますので、ご覧になってください。はい。2021年がどんな年だったっていうのを、いろんなカードに聞いてみようと思います。タロットカードでしょ？あと、日本の神様でしょ？あと、大天使オラクルカードでしょ？あと、妖怪にも聞いてみようかな。どんな妖怪が今年出ましたかね？日本にみたいな感じでちょっと聞いてみようかなと思います。はい。なんか将来を見るのはいつもやってるけど、あんまりこう、過去を振り返るって、まあたまにあるけど、なんか一年を振り返るとか去年もやんなかったなと思って、今年、こう客観的にどんな年だったのかしらと思って。タロットさん、2021年はどんな年でした？タロットさん。これ誰にとってに、まあ、日本国民にとってかね。うん、日本国民、これ目線によって違うよね。地球にとってなのかとか、世界にとってなのか、日本人なのか、個人によってもまたバラバラ全然違うし。日本国民全体かな？日本国民全体にとって2021年ってどんな一年だったと思いますか？たまには振り返るのもいいよね。ああ、そうだった、そんなことあったね、みたいな。ああ、吊るし人の逆っすか。ズバッと出ました。あんまり良くないね。あんまり良くないね。釣られた男の逆位置と、あと真ん中にタワーの逆があるから、なんかいろいろ必要とされる崩壊があり、関係の清算、そんな年だった？そんなに大きいことあったかな？これからなんかあと20日間くらいでなんかめちゃめちゃでかい何かがあるとかじゃないことを祈るんだけど、そうなんだ、タワーの逆なんだ。どちらかというと個人的には、ああ、どうか。もう2020年と21年がごっちゃになっちゃって、2020年のさ、緊急事態宣言とかの方がインパクトが強くて、今年、ああ、今年オリンピックとかあったね。徐々に思い出してきたわ。うん、そっか。あ、まあ、いろいろあったね。タワーの逆と、そしてなんか頑張っても頑張っても報われなかった日本人がみたいな国民が。そんな一年だったよねって。あと女帝の逆でしょ？豊かさ、思いやり優しさの逆よ。なんか女性のわがままさとか傲慢さとか、プライドの高さ、見えっぱり、なんか外ばかり良くしようとして中身が伴わないとか、そういう感じ。優しくないみたいな。豊かじゃないみたいな。でも接しの逆だから、気持ちの流れとか穏やかさとか自制心みたいなのはみんな持ってちゃんとしっかり日本人は今年も自制心を持ってやってましたみたいな感じだけど、なんか報われない一年だったねみたいな、全体的にね。ほうほうほう。対策注意点に世界が出てるね。でもなんかこれを受け止めなきゃいけないのかな、ありのままを。ありのままで。はい、そっか、そんな感じか。じゃあ、続々出演してもらおう。日本の神様。日本の神様。日本の神様カード。2021年を象徴する神様といえば。神様だから全部これ、ポジティブな良い存在が出るけどね。なんだろうね、これ。2021年。特に日本を守ってくれた神様が出るのかな？何が出るのかな？落ちたからこれにするわ。多分、うん。落ちたなと思って。よいしょ。今日は落ちたカードを選びましたよ。よいしょ。何かな？石だね、これ。地返しの狼。地返しの狼。テーマはね、過去の災いを防ぐ力。
再誕生、再び誕生するね、とか新しい天気。これはね、なんか過ぎ去ってしまった出来事にまだ囚われてるようですよ、皆さんっていう感じらしいよ。この稚貝市の狼は不動の岩の神様で、過去からあなたに流れ、あなたを妨げている不要なエネルギーの前に力強く立ち、あなたが自由になるのを助けましょう。あなたは今、過去じゃなくてね、今にしっかり立つように、立つことができるようになります。だって。なんか、このカードを引くと、なんか今自分が囚われている過去からの思いから、そろそろ自由になるべき時が来ているようですよ、だって。なんかあの時ああしてればよかったなとかね、いう後悔とか、なんか自分を責める念とかね、あとはなんか未だに解けない過去に対する怒りとか恨みとか、そういうのを捨てて新しく生まれ変わりましょうよっていう、うん、そういうカードね。なのでこのカード、2021年どんな年だったかと言われると、日本人が過去に囚われていた、新しいものを作ろうっていう、なんか、うん、生まれ変わろうっていう、なんかポジティブな気持ちより、こう過去のネガティブなものとかね、そんなのに囚われちゃってたんじゃないかな。過去、2022年にコロナがねやってきまして、その過去のコロナに対する恐怖とかかもしれないし、それがなんか未だに消えず、まあ、消えずっていうか、まあ、2021年も猛威を振るっていたから、まあ、相変わらず怖いは怖かったけど、なんか、過去ばっかり見て、前を見ず、例えば、なんでこんなコロナなんか来たんだよ、とか、どこの国かからわかんないけど、2022年に、なんてことしてくれたんだよ、とか、それ過去のことじゃん。未来を見てないじゃない。未来っていうより、なんか過去に対する怒りとかでしょ？そういうことかなーって思ったりした。あとは、オリンピックもね、なんか反対賛成いろいろありましたけれど。なんでこんなの決めちゃったんだよっていう過去に対する怒りとかね。うん。なんか、昔に遡って起こることとか、恨むこととか、そういうことが多かったんじゃないかな。前を見てこう、希望を見るっていうより。じゃあどうする？生まれ変わる？どうやって生まれ変わるっていうより、なんか、ね、先が見えないだけに後ろを振り返るしかできなかったのかなみたいな、そんな感じがするね。うん。閉塞感。今のところタロットカードも日本の神様も全体的になんか日本人のこの、よいしょ、閉塞感というか、なんか辛い気持ちばっかり感じちゃった。じゃあ次、大天使オラクルカード。大天使オラクルカードさん、2021年を振り返ってどうでしたか？これ私が初めて買ったオラクルカードで大好きなんだよね。大天使。天使にはね、位があるんですよ。大天使とか、中と小がいるんだっけ。そうで、位が高くなればなるほど喋らないんだって、物を語らないんだそうです。私の師匠が、占いの先生が教えてくれました。位の高い天使になればなるほど、喋らないからね、何も語ってくれないからね。いっぱい、だからチャネリングとかして、いっぱいわーって喋る人は、信じないでって。それは偽物だから、信じないで、本物は喋らないって言われて、ほーっていうのが刻み込まれておりますけれども。だそうですよ、うん、なので喋らずじっとこう見つめてくるような存在がいたら、それは大天使かもしれないよ。はい、大天使オラクルカード、アウトドアーズ。これあのね、箱の絵になってるやつね。ほら、外だね。アウトドア、これもなんか閉塞感からもっと外に出よう、出ればよかったのにみたいなこと言ってんのかな。アウトドア、大天使ジョフィエル、 Go outside, get some fresh air and connect with nature to relieve stress and gain new creative ideas。 はい、外へ出て新鮮な空気を吸って自然と親しんで、自然となんかつながるみたいな感じね。で、
そしてこうストレスをこう解消させて新しいクリエイティブなアイデアをこう得ようみたいなカードですよ。なのでこうね、自然と親しんで外に出て光を浴び、花の香りを嗅いでね、自然、あなたも自然の一部だから、自然、なんか外に出て自然と一体になってみたいなカード、それが2021年でしょ。ちょっと足りなかったかなって言ってるかな。まあ、出れなかったけどね、なかなかね。ねえ、そうそう、あんまり外に出かけるみたいな雰囲気じゃなかったけどね。だから、大天使的には、なんか、ちょっと日本人の皆さんエネルギーが低下しちゃってるわよ。ね、定期的にこう外に出て、低下したエネルギーをね、浄化して、そうするとこう気持ちも明るくなるし、もっと外出よっかみたいなカードね。2021年、もっと外に出て欲しかったなっていうカードかな。ね、もっと外出ればよかったのにみたいな。そんな振り返りかしら。出てないもんね。出てないよ。うん、あんまり。まあ、後半ね、秋くらいになってコロナが落ち着いたからで、やっとなんか出れた感があるけどさ。まあ、多分これ来年にもつながるね。まあ、外出るの大事だよって。コロナが怖いのもわかるけれども、ね、別に一人でなんか、ちょっと公園とか散歩するくらいなら全然人と接しないしね。なんかこううじうじ家の中にいてこうエネルギーを停滞させてないで、外にもっと出れば出ようよ、もっと出ればよかったのにみたいな感じかな。なんかここからもまあ閉塞感みたいな、なんか閉じこもってたな日本人みたいなのを感じたわ。今んとこ一貫してるな。妖怪カードさん、はい、妖怪カードさん、ピリッとする妖怪カードさんは何を出すかなね。私これ大好きなんだけどね、妖怪カード。このなんだろう、痛い、本当にさあーごめんなさいって思うような、ちょうどピンポイントのところをついてくるんだよね、妖怪カードって。本当に反省するっていうか、だからなんかそういうなんか反省するとかが嫌いな人とかはこのカード苦手だと思う。うん、なんだろう、悪いものからは目をそらしたいみたいな。もうね、大事だけどね。はい、妖怪カードさんは何を出すかな。2021年どんな年でした。はっ、囲碁だね。これ囲碁なんか関係ある。囲碁、藤井聡太さんなんかピンポイントな人物、なんだろう、囲碁の姓が出た。はあ、囲碁のせいね。はい。趣味や道楽でも一生懸命に打ち込めば何か素晴らしい機会が訪れるものだよっていうカードだって。まあ、皆さんは、日本人の皆さんね、こう、時間が過ぎるのを忘れるくらい、なんか熱中するなんか、持ってますか皆さん。持ってるみたいな問いかけよ。で、そういったものがある人は幸せだけど、ね、家事とか仕事、だけで日々が過ぎるよりは、なんか、ヨガをね、使った、こう、趣味とか道楽のね、類を持ってた方が毎日を愉快に過ごせるよ。何も楽しいことがなくても、私人生つまんなくって、みたいな感じで嘆きの、ね、嘆いてる人は、趣味の一つでも探してくださいよっていうカードですよ。で、それで、これだっていうものが見つかったら、こう、周りの面なんか気にしないで、こう、打ち込んでみるのが大事だよって。なんか、こう、道楽でも遊びでも、一生懸命熱心に取り組めば、きっと何か新しい世界が開けてくるんじゃないかしら。なんか、極めることを目指して取り組んでみないみたいなカードですよ。なので、そうね、ここから感じ取ったのは2021年、日本人の皆さん、生活がつまらないとか、コロナだからつまんないとか、外出られなくてつまんないってこう、嘆いてばっかりで、うん、ぐじぐじ言ってばっかりじゃなくって、何か熱中するものとか、打ち込めるものとか、なんか極められるようなものとか、の一つでもやればいいじゃん。それがちょっと足りなくなかったってこう、
そんな感じですかね。うん、なんかその嘆いてるエネルギーをなんかプラスの熱中できるエネルギーに変えればいいのに、その時間ね、なんか時間余ってるかどうかわかんないけど、その余った時間と、その負のなんかネガティブなね、こう愚痴言いたくなっちゃうようなエネルギーを何かね、こう探求、研究、楽しんで、とことんなんか極める、まあそういう仕事の延長でもいいだろうし、全く違うものでもいいだろうし、なんかプラスのエネルギーでなんか楽しめばいいのにみたいなカードですかね。はい。ということで、わかったよ。わかったわかった。日本人全体が、なんか、過去に執着して、なんか、うちにこもって、ぐちぐち、言ってなかった?で、なんか全体的に問われた気がした。どうでしょう?なんか日本人は全体的にこんな傾向になかったかなって。うん。はい。うん。そんな、ちょっと、多分ね、辛口な感じですいませんね。日本全体をなんか前を見てないみたいな。将来、こう、ね、こんな時代だからこそこういう準備して、この先に備えて明るい夢をこう見ようみたいな感じじゃなくて、後ろばっか振り返って後悔とか恨みとか、なんでこんなコロナのせいでとか、なんでこんな辛い思いさせられてみたいな感じ、過去に執着して心、だ日本の内側にこもるとか、家にこもるとか、自分の中にこもるとか、内側にばっかこうエネルギー向いて、なんか楽しみもなく、外にも出ず、なんかぐちぐち言ってる一年じゃなかったかしら、日本全体がみたいな。そんなことを感じてしまった。風の時代が始まったんだよね、2021年ね、2月から。そんなはずなんだけど、まあね、まだ始まったばっかりだからね。まだ移行期間ではあるけれど、もうちょっとこう伸びやかに、2022年以降ね、伸びやかに我々生きていけたらいいなってこう、振り返りながら思いました。まあ、ね、ちょっと、玉木辛口じゃねって思うかも。そうよね、辛口でごめんね。うん。でも、まあ、次に進むためには、こういう反省もね、たまには必要よね。こう、あまりにこう、ぐさってくることもあるかもしれない。ありますよね。私もなんか、わかるもん。あ、過去にばっか執着してた自分いたなとか、図星だと、ぐさってくることもあるけれど、見当違いだよっていうご意見もあるかもしれないけど、まあ日本全体よ。うん。個人個人では全然前向いて、前向きにやってる人も、絶対いると思うし、全員じゃないよ。なんか総合して、日本総合してみたいな、まるっとまとめてだからざっくりしてるけど、まあ来年に生かしましょうっていうことで、来年はぜひ過去を見るんじゃなくて前向いて、広い世界を見て外に出て行きましょうかね。そんな感じですね。はい。この2022年どんな年になるかなみたいなのもまた年末か年明けに占いますね。うん。はい。とりあえず、一年振り返ってみました。あ、もう、一年が終わったなっていう気持ちになっちゃった。はい。では、じゃんけんいきます。たまーきじゃんけん、じゃんけんぽい。グーなのでパンの人の勝ちだよ。では、皆さん、お体気をつけてお元気で。じゃあね、良い年末をって、まだまだまだあるけどね。3週間ぐらい。じゃあね、バイバイ。ありがとうございます。